はいどうも、 PM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。ディズニーコラボが来たので、やってみたいなと思います。はい、まずはですね、追憶を歌う永遠の海の魔女、こちらをやっていきたいと思いますが、先ほどから負けまくってるのでどうなるかなっていう感じですね。でメンツがね、ちょっと安定しなかったんでね、とりあえずダメージウォールが大丈夫なアンチブロック勢を、連れてきました。クシナダは運極枠で持ってきました。で次にインドラですね。で、銀玉の時のコラボの、カツラさんですね。で、もう一人がフレンド枠にミョルニルさんを連れてきました。これで勝てるかなと思ってきましたが、どうでしょう。行きましょう。はい、さっきね、ダメージウォールにもう立て替えしてダメージウォール上下に食らっちゃって死んじゃったんですよ。かなりつまらない死に方をしたのでボツとなりましたが、今回は、本気でいきたいと思います。とりあえずね、キスキルリラさんの短距離拡散弾を食らわなければいいんですよ。はい、食らわなければどうということはないクエストなんですけれども、まあむずいんですよね、これが。さあ、とりあえずダメージウォールは大丈夫なんで、貼られてもまあなんとかなります。でインドラがね、壁に跳ね返ると反射タイプになるという SS を持っているので、まあなんかどっかで挟まって倒せたらなと思っております。でミョルニルさんとかはね、雷が強いからね、そう、普通に友情が強い連中を連れてきました。あ、そっか、そうだ、クシナダだけアンチブロックついてないので、今ちょっとついてるものだと思って弾いちゃいましたけれども、気をつけないといけませんね。あーっと、そう、雷は強いんですよ。はい、バトル2ですかね、2だったっけ、まあいいや。バトル2、カツラさんで、よいしょ。とりあえずね、敵を早く倒したいんですよね。動きやすくしたいんですよ。常に走り回れる環境を作る。真ん中のね、ストーンゴーレムみたいな、アイスゴーレムみたいなやつ邪魔っすね。でクシナダさんはもうブロックないので適当に弾く、友情が出せればそれに越したことはないんですけれども、多分ね、今ディズニーコラボダンジョン一通りやりましたけれども、やっぱりこのキスキルリラさんのダンジョンが一番難しいと僕は思います。よし、SS をちょっと貯めていきたいので、比較的、簡単なところは少し時間をかけていきましょう。ちょっと HP が、よいしょ、よしよしよし。あー、インドラに当たりたかったが、そう、ほんとキスキリラのビームが超強いのでかなり苦戦してる。あー、だクシナダさんも運極枠のだけで連れてきたのでね、あんま使えないんで使い方次第なんですけど、ありがとうございます。 OK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  ゴリ押しですね。もうミョルニルさんのね、電撃がほんと強い、雷がね。さあ、多分ここクリアすれば、ボスに行けるのですが、ダメージウォールを貼るやつをまず倒したいと思います。よいしょ。インドラさんの爆発なんかかっこいいっすよね。たまにマヒルとかなんとかでしたっけ、確か。わかんないですけど。ダメージウォール貼られましたが、クシナダさえ失敗しなければ怖くはないので。よっ。OK。あとはドラゴンを倒すわけですが、ちょっと HP がやばいね。
HP がさっきからやばいんですよね。あっと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 よっ。あー、直殴りはやっぱ効かないね。痛い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 。カツラさんはまだ使わなくていいや。とりあえず回復しないとまずいので、よいしょ。よし、どうでしょうか。微妙ですね。なんかね、力があんまり発揮されていないみんな。よし、よいしょ。あ、あー、ショットがね、ちょっとしょぼいっすね。やべ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 、 HP がまずいでやんす。よいしょ。そうですね、次耐えれるかどうか。なんとか耐えれました。これで、ドラゴンに当たって下からいきますよっ。あう、ちょっと想像とは違ったな。やっぱちょっとショットがね乱れている。はい、ということでボス来ました。キスキルリラさん、ヴィランキスキルキスキルリラさん。やばい、口が回らないですね。で、ここでは右側にいてはいけないので、左側にみんな連れてきたいんですが、これで上に行こうかな。ほっ、とりあえずね、右下にいるとほんとやばいんで、みんなちょっと上げていきたいです。ああ、どうしようかな。こうかな。よっ。ああ、まあ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 、そんな感じで。とりあえずね、最初の一発目の拡散弾さえ乗り切れればいけると思います。はい。ああ、どうだろう。ほい、あっと、そこで止まれ、そこで止まれ。オッケー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 。はい、なんとか大丈夫でしょう。で、インドラさんは、貫通から反射にできるので使います。ここでカコーンってなったらいいなと思って。ゲッ、バジラの一撃が。まあ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 、いいんじゃないでしょうか。で、インドラさんはね、結構SS が早く溜まるのでボンボン行きたいと思います。で、これであと4ターンまでできるんで、ここで一気に攻めます。よし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 、いい感じいい感じ。で、次の、バトル2では、バトル2ではない、バトル5では、下にいないといけないですね。とりあえずこれで、はい、とりあえず良かったんじゃないでしょうか。で、ボスがいなくなったので、もうザコしかいないので、ちょっと、みんな下に下げます。あー、ムーニーさん、やっぱり友情強いですね。はい、ボス2ゲージ目ですね。はい、ご覧の通り、ちょっと上に行くとやばい匂いしかしないんですけれども、ちょっとインドラさんが浅がっておりますな。よいしょ。で、だだ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 。まあ、インドラさんだけだったらなんとかなるかな。もう一気に攻めますか。確か、これで OK だ。ツラじゃないか、ツラだ。PK。これ何だったっけ。あー、ちょっと意味もわからずやってしまいましたが、ちょっとやばいですね。ちょっとやばいですね。まあ、串灘だけさえ、なんとか残ってればいいので、ちょっと使いまくりますわ。おっ、いけ、ストライクショット。まあ、贅沢に使っていきましょう。もうやられたくはないのでね。もう3回負けてますからね。はい。3回もボツになってますからね。薄く中に入れるように。ほっ、やらい。
あーそんな食らわないか。まだ麻痺っててくれ、まだ麻痺ってて、あー回復しちゃった。これでどうだ。はっ、ジャーッ、いいぞ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 、いけいけいけ、これは突破できたね。まあちょっと SS 結構使いまくりましたけれども、まあ良かったんじゃないでしょうか、やられるよりは。はい、とりあえず SS はクシナダしか残ってませんのでね、ちょっと考えて使いたいと思います。ラストですね、最終ゲージ、最終ゲージどんなんだったっけ。あ、最終ゲージは、左下にいたらまずい感じなんで、右上キスキルリラさんのゼロ距離でいたいですね。ただちょっとザコどもを蹴散らさないといけないので、そう簡単にはいかない。いやーしゃあしゃあ、なかなかそう簡単には、あでも結構上に行った。はい、使いたいところなんですがまだ使えません。よいしょ。あー、クシナダはちょっと食らっちゃうかな。まあ仕方ない。1体ぐらいならなんとかなるので、他を全員上げていきましょう。よいしょ。とりあえずここにいれば大丈夫。はい、次来ます。次来ますので、カツラさんを上に上げます。ちょっとあれだな、スピクリは無理っぽいな。まあ、とりあえず死なないでクリアすることを。これでどうだ。なんとかなんとかなんとか、よしこれで入る、いけ、あ入らない。次の拡散弾まで3、よし使います。いけるかなこれ。よし、ちょっと斜め右斜め上を狙っていきます。ほっ、いけるかな。これちょっと失敗したかな。下がってくるとまずい。あーミョルニルさんがちょっと、あでもどうなんでしょう、ちょっとスピクリは無理ですね。壁に当たって反射する、どうしようかな。こうこんな感じで、あこんな感じでやっちゃったらダメ。いけ、ちょっとスピクリ無理っぽいんですがですが、いえ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 、もうなんかすごいカーニバル感出てますね。次に拡散弾が来るので、ちょっとここにいましょう。横亀、これで麻痺ってくれないのか。多分クシナダしか食らわないはず。あだだ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 、よし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 、いいぞ。これで回復する。次は勝つ、次は勝つ。難しい、あーゼロ距離の方にいる。どうする、上に行きますわ。よいしょ、あだだだだだだだ、あま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 あそこにいてくれればいいや。むずいよ。いやなかなか削れねえなちょっと削れねえな。あーどうしよう、ここは立てかん、いやーなんかやばいね。多分ビームと拡散弾両方出てくるので少しでも回復しますわ。よしいけ、あーこれ勝てるかな、つらい。よしストップ、どうだろう。耐えた、これは耐えた、いけ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 、これは耐えた。あのハートを取りたい、とりあえず死にたくはない。よしこれでミョルニルの SS がドン。あーダメだ、超絶勝てんだけど、こいつどうなってんすか、どうなってんすか。上に行かない、上に行かない。よし、とりあえず回避されてるはず。貫通つらい。ほっ、
よしよし、オッケー、なんとか勝てましたね。いや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 、ボスの体力がすごいあるね。しかも硬い、めちゃめちゃ硬い。多分ね、モンストって防御力ないと思うんだよな、敵の防御力。まあスピクリはちょっと無理でしたけど、なんとかね勝てました。はい、いやー、なんだろうな、何が良かったんだろうな。ビームとか持ってくれば良かったのかな。うん、いや、いかんせんね、そのまだまだちょっとモンスターが足りてなかったってこともあって苦戦しましたけれども、なんとか勝てたので良かったです。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっておりますので概要欄から、フォローよろしくお願いいたします。またね。